トレジャーハンター、早く言えば宝探し屋、あるいは墓荒らし、そう呼ばれる人間が誰にも知られずに今日も土くれや岩盤と戦っている。かつて数多くの権力者たちが計り知れない額の財宝を世界各地に埋めた。そしてそれらの大半は未だに発掘されずに地の底で息づいているのだ。この狭い日本だけでもいくらでも黄金の夢は紡げる。太閤秀吉が残したといわれる9兆円の財宝は今日に至るも小判一枚見つかってはいないし、源義経が実は平泉から蝦夷に逃れて隠したという時価数百億円に上る財宝など、ましてそれが全世界に散らばっていると思えば、トレジャーハンターたちが今までに見つけることができた財宝などまさに何万分の一の量でしかないのだ。俺の名は矢頭大、代々トレジャーハンターを生業とする矢頭45代目の当主だ。俺と親父の代だけで稼いだ成果はざっと9000兆円。宝に取り憑かれた地、それが今日も俺を駆り立てると、とりあえず最初は決めさせてもらおう。菊池秀行原作、エイリアン秘宝街。その日、授業中の俺を教室に突然訪ねてきた老人は、ばったり倒れたまま死んじまった。老人のポケットには地球上の生物のものとは思えない、干からびた手首のようなもの。そして完全な二次元性を持つ不思議な水晶片が入っていたんだ。想像できるか？5センチ四方の大きさの水晶のかけらが、厚みが全然ないんだ。そして何より、俺はこの老人を知っている。ハンターの勘が働き始めた。何よ、あんたもさっきのヤクザと同じ借金取り？お金ならないわよ。歳は俺と同じ17くらい。潤んだような黒い瞳とほんのり濡れた唇。すべての男を悩殺せずには置かないプロポーションの持ち主が、いきなり空手で襲いかかってきた。だが17年間トレジャーハンターとして生きてきた俺に、生地の格闘技など通じやしねえ。何ジロジロ見てんのよ、スケベ。いや、その、太宰仙蔵さんの孫の、ユキさんかい？もしかしたら、あんた、矢頭大？おじいちゃん、やっぱりあんたを訪ねたのね。ああ、来たよ。やっぱり。おじいちゃん寝込んでからずっとあんたの名を呼んでたんだ。それにしてもあんたとおじいちゃん。そのことはいい。それよりも、おじいさんはいつから寝込んでたんだ？死んだの。死んだのね。あんな傷で動き回って無事とは思わなかったんだ。警察には俺から連絡しておいた。おっつけ来るだろう。本音を言えば、今警察に動かれるのはまずい。連絡は明日にでもすりゃいいと思っているんだが。太宰のおじいさんがどうしてあんなことになったのか、聞かせてもらえないか。10万円。え？知りたいことには答えるわよ。だから。おじいさんのことは心配じゃねえのかよ。だって死んじゃったんでしょ？ 3 万円。9万。仕方ねえ。内心ほくそ笑みながら俺はそう言った。たかだか9万でトレジャーハンティングのヒントが聞けるとは。それにしてもこのムチムチ娘、相当なケチぶりだぜ。どこ見てんのよ。あ、前金よ。
そうね。おかしいと思ったのは二月前くらいからかな。いつもと同じ飯場に行ってるはずなのに、やけに疲れてるみたいになって。それからしばらくしたある夜、まるで誰かにつけられているみたいに、後ろを気にして帰ってきたことがあったな。てっきり借金取りに追われているんだと思ったんだけど。その次の日から一週間、おじいちゃんどっか行ってしまったのよ。それで帰ってきた。その時の様子は？15万。わかったよ。チキション。後でたっぷりレイプしてやる。一週間後、おじいちゃん、真夜中にタクシーで帰ってきたわ。うちに入ったところでバタンと倒れて。革ジャンを脱がせたら、シャツは血まみれで。そして全身にはまるで溶けたような気持ちの悪い傷がいくつもついていたわ。手にはしっかりとあるものを持っていて。なんだ、そのあるものってのは。あんたが隠してるんじゃないの？変な触手と水晶のかけらよ。それで病院には連れて行かなかったのか？じいちゃんが嫌だって言って。それから寝込んじゃったのよ。体は日増しに悪くなっていくみたいだったわ。どこに何しに行ってきたかってことは？とうとう教えてくれないままだった。ただ、寝言はよく言ったわ。寝言というより、上言。化け物だの、地下鉄だの、溶かされちまう、近づくな、それから、食うな。俺の脳裏に奇怪なイメージが浮かんだ。一人の老人が光も届かない地下で、奇怪な触手を持った怪物に追いかけ回され、溶かされてしまう光景だ。そのイメージは知らず知らずのうちに、俺の体を熱くしている。それともう一つ。矢頭大。あなたの名前を、どうしても会うんだって。それでとうとう今朝、私が留守の間に抜け出して。俺の学校に来たわけか。これで私の話はおしまい。今度はあなたの番よ。さあ、あんたとおじいちゃんとはどういう関係？どうしてこの家が分かったの？たった一人の肉親に教えてやらないのも悪い。妙な仏心が俺の唇を動かした。太宰先蔵はトレジャーハンターだったのさ。それも世界で5本の指に入る。それって、あのナンパ船の金貨引き上げたり、昔の殿様が埋めた小判を掘り返したりする人のこと？ああ。ち、目の色変えやがった。まさかそんな。だってじいちゃん、現場で穴掘るくらいだよ。友人知人に感づかれるようなハンターは素人さ。宝探しのプロは、そうと決めたら寝食を共にする家族にも一生涯正体を隠し通す。だが同じトレジャーハンターの間では、太宰先蔵の名は、半ば伝説化しているのさ。ということは、あんたもトレジャーハンターなのね。じいちゃんが頼っていったということは、かなりの腕利きの。じいちゃんは何かでかい宝のことを嗅ぎつけていたんだ。それであんたに助けてもらおうと。じいちゃんがあんたを選んだのはなぜ？じいちゃんが探していた宝って何よ？まさかあんなせこい水晶とタコの足じゃないんでしょ？ねえ、答えなさいよ。一流のハンターは仕事の成否よりも自分が手をかけた仕事の完遂を望む。多分太宰のおじいさんは俺に仕事の引き継ぎを頼みに来たんだろう。矢頭といえばちっとは知られた名前だからな。とにかくこの話にはお宝が絡んでいるんだ。やめた。15万ポッチでこれ以上話すの。この甘。内心煮えくり返る思いで俺が睨みつけると、対する少女ユキの様子がにわかに急変した。宙を見ていた目がトロンとなったかと思うと、ブラウスの胸元を開いて、そこに自分の手を突っ込んだんだ。ちょっと刺激的すぎる光景だ。なんだよ、真っ昼間から。もう、女一人満足に扱えないの。私、大金のことを考えると我慢できなくなっちゃうのよ。金銭妄想欲上昇か。ほら、寄るな。どんな宝なんだろう。おじいちゃんのことだからきっと多くの額はするものよね。ああ、熱いわ、大ちゃん。何が大ちゃんだ。というものの、これだけ魅力的な誘惑に勝てる男がいたらお目にかかりたいもんだ。ねえ、早く。ああ。
それじゃ。おっと、お楽しみかよ。ああ、何するの？え？そこの人、助けてください。この男が突然襲いかかってきて、私を無理やりに。おい、なんてこと言うんだ。ああ、あんたたちだったの。借金なら払えないわよ。じいちゃん死んじゃったんだから。知ってるよ。それに欲しいものは借金なんかじゃねえ。だから今度はお前さんに用ができしまったのさ。おとなしく車に乗ってもらおうか。誰があんたたちなんかと。そこのお兄さんにもうちのボスが御用だそうだ。おいおめえら、始めな。目星本は根こそぎ探し出せ。へい！あ、ちょっとやめさせてよ。誰の家だと思ってるの？何をモデルガンなんか出して。バカ、本物だ。もう一回返事してもらえるかい？行かせてもらいます。勝手に決めないでよ。頭を使えよ。奴らもどうやらおじいさんが探していたものを探してるようだ。だとしたら捕まったふりをして情報を集めるんだ。低層はあんたに守ってもらうからね。わかったわよ。行くわよ。代わりに着替えさせてよね。いいだろう。まったく。じいちゃんの葬式だって出さなきゃいけないっていうのに。当節にふさわしいドライな子だな。と思っていた俺は、着替えて戻ってきた彼女を見て、その評価を若干改めた。安物のワンピースに銀のネックレス、合成比較のハンドバッグはともかくとして、誰が見ても化粧が濃すぎる。涙の跡を隠すには、それくらい必要なんだろう。さあ、行こうか。俺とユキを乗せた黒塗りの大型車は、東京のど真ん中にあるビルの前で止まった。言うまでもなく、暴力団の事務所前としたそのビルの地下が、俺たちが招待されたパーティー会場というわけだ。それにしても、先祖おじいさんがハンティングしていた獲物は何なのか。俺の頭の中は今やそのことに支配されていた。世界中であらゆる危険をかいくぐってきたトレジャーハンターが、たかだかジャパニーズヤクザに怯えるわけにはいかないってもんだ。一秒もかからず闇に目が慣れた。俺もユキも椅子にロープで縛り付けられた格好で、その周りをいかにもチンピラ風情の連中が囲んでいる。ざっと10人ってところか。中央に立っている恰幅のいい男だけはちょっと雰囲気が違う。え、接心しづらだ。いや、俺はこいつをどっかで見たことがあるぜ。ちょっと話してよ。私は何にも関係がないんだったら、聞きたいことはそっちの坊やに聞いてよね。何嫌がる。気安く撃つんじゃねえ。世界最高のトレジャーハンター、
矢頭大にこういう形で出会うとはな。その瞬間、俺の頭がデータを打ち出した。宝探しを生業とする者たちのために結成された宝探し屋協会、インターナショナルトレジャーハンターアソシエーションは、様々なモラルに則った快則を定め、それに従う者に限り様々な便宜を払っているが、いわゆるトレジャーハンターの風上にも置けないような所業をした会員は、直ちに脱会することになっている。この男は、そうした教会を追われた不良ハンターの一人で、確か名前は黒沢。何の用だい？黒沢さん。大した記憶力だな。ハンターがハンターに用といえば、一つしかねえやな。あれはどこに隠したんだい、姉ちゃん。あれって何よ？じいさんが御所を大事にしていたもんだ。ありがたいことが書いてある本だよ。そんなもの隠してやがったのか、あの浜。そんなもん持ってるわけないじゃない。ふん。じいさんが家に置いておいたのは分かってるんだ。家探ししても見つからないのは、お前がどっかにやっちまったからだろ。さっさと行っちまった方がいいと思うがな。ここにいる奴らはどいつも決して女を食い足りてるってわけじゃねえんだ。このワンピース、高いんだから！ふざけてんのか？おじいちゃんの本なら、取られたのよ。騙し取られたの。誰に？ちょっと待てよ。なんで俺を指さすんだ？なるほど。さすがに矢頭家45代目当主ともなると抜け目がないな。この女の言うことを信じるって言うんじゃないだろうな。全部真実じゃない！けだもの！まったく。指の5本も逆に曲がれば、本の隠し場所を話してもらえるかな。私を散々おもちゃにした報いよ。震えてやがるのか。誰も動くな！足が！足が！てめえ！プロのトレジャーハンターが縄抜けをして手首だけで相手の懐の銃をすり取るのに何秒かかるか教えてやろうか。なるほどな。あいつのこいつも部屋の隅に並べ！おっと、黒沢さん。あんたも足を吹っ飛ばされたくないだろう。一緒に来て知ってることを話してもらおう。矢頭君、まずは銃を収めて、お互い取引といこうじゃないか。私は全面的に情報と金を提供する。君は掘り出してくれるだけでいい。それで、ゴブゴブの分け前。これで手を打とうじゃないか。俺の取り分が 99% なら考えてやるよ。このガキが、思い上がりやがって、下手に出てりゃ何を抜かしやがる。俺を誰だと思ってるんだい？黒沢っていや、今じゃ東京の筋物には知れた顔よ。その顔に泥を塗って。うわ、耳の次はどこがいい？え？俺が悪かった。俺はてめえらみたいなヤクザもんには感情の抑制が効かねえ。もう一つ耳を添わなきゃわかんねえが。やめてくれ。わかった。わかった。何でも話す。太宰先祖が追っていた獲物は、一体何だ？飯田橋だ。中央線沿線の飯田橋にある、相馬って家の下にそいつはある。そいつとは一体何だ？詳しいことは知らない。本当だ。そのじいさんが隠していたって本には、もっとちゃんと書いてあったはずだ。俺はただ、あの太宰が追う獲物なら、よほどのものと当たりをつけて。飯田橋の相馬？それでその家は今どうなっている？もう取り壊して地盤を掘ってるのか？冗談じゃねえ。あの家は、あの男は。あの男だと？大ちゃん。ねえ、変な匂いがする。興奮していた俺の鼻にもそれは届いていた。強烈な獣の匂いだ。何かが来る。よし、ロープを切ったら俺の後ろから離れるな。何？鉄の扉がへこんでいくじゃない。確かに、何者かが鉄の扉を打ち壊してこの地下室に侵入しているように見えた。明かりが消えた。メイよ、真っ赤だ。こいつだわ。わずかな明かりが侵入者の姿を時折浮かび上がらせた。ゴリラのように剛毛に覆われた巨体、ねじくれた手足、真っ赤な目と殺戮のためのかぎ爪。それはまさしく地獄から這い出たと思われる異形の怪物たちだった。
奴らは俺の銃弾を受けても平然と前進を続ける。鼻もひん曲がる悪臭がたちまち迫ってきた。いやあ！これじゃキリがねえ。不死身でもねえだろう。なんでユキに顔を背けさせたのかはわからない。だがそこには、およそ元人間であったとは思えないものが散乱していた。そう。俺たち二人以外は、バラバラになっちまったんだ。手と足と首と胴と。床はその全面を血潮に覆われ尽くしている。ねえ、大ちゃん、もう行こう。ああ。とりあえず黒沢が言ってた飯田橋まで行ってみるか。あの相馬って家、前は別の人が住んでいたんだって。それが、精神異常の男にダイナマイトでマイホームを破壊されてしまって、引っ越しちゃったんだって。その後に家を建てたのが相馬か。酒屋のおじさん、変なこと言ってたわよ。その相馬って人、家を建てるときに、大きな地下室を作っていたんだって。地下室？何よ、それが重大なこと？ああ。つまりこういう解釈もできるわけだ。目的とする土地があり、わざとその上物を吹っ飛ばして自分のものにし、今は悠々と地下へ掘り進んでいる。じゃあ、その相馬ってのも、おじいちゃんと同じものを？そのために、家一軒を吹っ飛ばして、乗っ取ったっていうの？狙ってる可能性があるってことだ。おい、頭下げろ。相馬ての門が開いた。誰か出てくるぞ。あれが相馬家の主人。一人暮らしらしいわよ。それにしちゃ大きすぎる屋敷だ。あいつは。あら、もう帰っちゃうの？一体どうしたっていうのよ、油汗かいて。お前、あの主人を見て何とも思わなかったのか。何よ、運転ちゃんとしてよ。太陽が陰ったかと思ったぜ。まるであいつは人間そっくりのぬいぐるみを着込んだ別の何かみたいだ。人間以外の何か。それが一般社会に紛れ込んでいる。俺はそれが怖いんだ。何よ、あの人が人間じゃないみたいに。そうさ、あいつは化け物だ。あの顔の奥には何か別のものが住んでいる。俺にはそれが感じられた。あの相馬という男、トレジャーハンターなどではありえない。ハンターは決してあんなやり方はしないもんだ。だったら何よ。あの家の地下には一体何があるというんだ。そしてあいつは。あんた、震えてるの？よしてよ、こっちまで怖くなっちゃうじゃない。昨夜11時頃、
英断地下鉄線の一部でダイヤの乱れがあり、約500人の足に影響が出ましたが、1時間余りで正常の運行に戻った模様です。とにかくあの相馬ってやつを調べなければ始まらないようだな。俺は早速あの相馬という結託さ悪い男の素性を調べ上げた。 ITHA すなわちインターナショナルトレジャーハンターアソシエーションからデータをサポートしてもらえば、こんな調査にはほとんど時間を要さない。職業を見ると占い師。なるほど、あの異様な雰囲気にはぴったりだ。本籍は北海道上川郡ラモー村。えれれ、何こっちのデータ。それは飯田橋の相馬邸がある場所にまつわる言い伝えの調査結果だった。果たして相馬邸はやはりある秘密に彩られた場所だったのだ。そこは江戸時代よだれ長者が住んでいた屋敷跡だったんだ。これは元禄7年と言っても通りが悪いか。つまり1694年、例の飯田橋の一角を買い切って、世にも豪勢な屋敷をぶち立てた男がいた。年の頃は5、60。おまけに衣装も家具も贅を尽くし、身の回りの女中はとびきりの美人揃い。誰もが金持ちの隠居と噂した。だがこのご隠居、脳みそが少し足りなかったらしい。毎日女中に囲まれては、ヘラヘラよだれを流して笑っていたらしい。それで誰言うことなく、よだれ長者。元禄時代っていや、大敗文化の極みじゃない。それぐらいの変態はいたんじゃない。黙って聞け。噂が不気味な形を取るのはここからだ。女中がいつかねってんだ。ひどい時には2、3日おきに新しい女中が来たらしい。女中を取り替えるのが趣味というおじんなら今だっているわよ。ああ。だが補充されるばかりで暇を出された者はいない。となれば話は別だ。ちょっと。数にして90人。よだれ長者の屋敷に入って外に出た女中は一人もいない。しかもこの頃、江戸では頻繁に人さらいが発生していた。幕府もやがて長者を怪しいと思ったらしく、密かに調べさせている。顔、体つき、共に常人と変わらねども、皮の中身は別物なり。失踪した密偵が残した長者に関する報告さ。まるであの相馬って男を見た時のあんたの感想そっくりじゃない。とうとうよだれ長者に対し一大取り物は開始された。だがその最中屋敷から出火し、取り方も家の者も多くが焼け死んでしまった。長者はそれ以来行方知れず、焼け跡から小判一枚いてなかった。というがトレジャーハンターの勘にかけて言えば、あそこには絶対に何かあった。そしてそれは今でも地下に眠っているんだ。でどうするの？あの家に入って床板ひっぺがす？わざわざ危ない橋は渡れねえ。まず相手の素性を知らなきゃな。相馬の本籍地、北海道に行ってみよう。ラモー村は白樺の林に囲まれた人口200人くらいの小さな村だった。何よここ、ラーメン屋さんもないじゃない。うるせえ、調べること調べたらとっとと帰るぞ。冗談じゃないわ。カニはどうするのよ。札幌の時計台は、石狩鍋は。あのなあ、やがてかつて相馬が住んでいたという古びた洋館が見えてきた。一面を蔦に覆われたがっちりした作りの建物で、2階の窓が開いたまま風に揺れていた。怪奇映画のセットみたいね。さてと、入ってみるか。お前はこれ持って、車に残れ。何これ？本物の拳銃？むやみに振り回すな。口径は小さいから、なんとか扱えるだろう。おかしなことがあったら構わない。ぶっ放せ。あ、こんにちは。あんたたち、
村に何か用かね。何よ何よ、大勢で囲んで。私たちに変なことしたら許さないからね。あの、ここ、相馬さんが住んでいらした家じゃありませんか。そうだが、あんたら知り合いかね。いや、東京でちょっと。ええ、おいとめいですの。おじさんが話しませんでしたか。冗談のつもりか、ユキがつまんねえことを言った途端、文字通り村人たちの顔色が変わった。何しに帰ってきた。何しに、まだ足らんのか。いや、今言ったら冗談ですよ。僕たちは、実は、また食らう気か。ちょっと待ってくれ。わしらは数ヶ月前まで、あの相馬に、悪魔に従順に従ってきた。もう一度繰り返すことはできんのだ。もしあんたらが相馬の血を引くもんなら、死んでくれ。いや、違うんだ。ちょっとした誤解で、さっきこいつが言ったことは。何よ、兄さん。どうして隠すの？相馬のおじさんに悪いわよ。てめえ、逆上して何言ってるのか分かってねえな。やむをえん。老人の合図で、猟銃の銃口がこちらを向いた。俺は雪から取り上げておいたリボルバーをシートの下で握りしめ、いざとなれば敵中突破を図るつもりで出方を伺っていた。だがその時、今目の前で信じられないような光景が広がっていた。ツタだ。それも洋館の壁に張っていたものよりもかなり太く、表面にびっしりと剛毛のような突起を生やしたツタが幾本も2階の窓から地上へとこぼれ出していた。誰か！両兵を！子供釣り上げやがった！2階に引き込もうとしてるみたい。両兵！危ない！続いて母親も絡め取られ、二人を捕らえたツタはそのまま屋敷の2階へと消えていく。残されたツタはなおも獲物を求めるようにうねうねと空中をさまよっていた。一体何なのこれ。安全なところにいろ。ダイちゃん、どうするつもりよ。俺は手に高圧電流を発する手袋を装着すると屋敷へと駆け出していた。ツタに捕らえられた親子を助けたいとかではない。敵の正体を確かめることがトレジャーハンティングで生き残るための基本だからだ。玄関に飛び込んだ俺は目の前の光景に総家だった。階段から緑色の滝が流れ落ちていたのだ。いや、それはツタの洪水だった。何百というツタが俺に向かって殺到してきていたのだ。中には蛇のように先端をもたげている奴までいる。俺は近づくツタの群れに向かって右手を振るった。内蔵された睡眠電池と増幅装置によって放たれた1万ボルトの電流がツタを次々と黒焦げにした。外見はただの手袋に見えるが、このイーグローブは怪物退治にはうってつけのスーパーウェポンなんだ。こいつはライチが開かねえ。ネックはどこだ。2階はぶち抜きの一部屋となっていた。ツタは床を埋め尽くしており、部屋の端には白い山があった。人骨の山だ。それは飼い主が飼い犬に与えた餌の残り、そんな風に見えた。そしてツタの渦の中心に5匹の飼い犬がいた。全長60センチほどのラグビーボールの形をした悪魔の飼い犬である。ツタはあのボールから伸びていたのか。あのボール型の怪物の触手がツタなんだ。ボールが十文字に割れて中から赤茶色の牙の列が並んだ。奴らは触手で捕らえたものをその巨大な口で食らうつもりなんだ。食わせるか。俺は今しも捕らえた子供を口に運ぼうとしていた怪物に向かってライフルを発射していた。
先ほど村人がツタに追われて逃げ惑っている時失敬してきたものだ。肉片が飛び散って異臭が漂う。だが気持ち悪いと思っている余裕はなかった。子供を連れて窓から飛び降りろ。子供を食われたいのか。さ、おいで。親子に気を取られていた俺の背後にいつの間にか忍び寄っていたツタが俺の両腕を捉えた。強い力で引っ張られ、ライフルの引き金を引くこともできない。このまま黙って食われるかよ。これでも食らえ。俺は手首のスナップだけを使ってイーグローブを投げつけてやった。これでやっと3匹だが、残りの2匹から繰り出されるツタは必要に俺の体にまとわりつく。イーグローブ一丁じゃいつまで対抗できることか。やばい、これは相当にやばいぜ。目の前でラグビーボールが破裂した。俺は奴に鉛玉をプレゼントしてくれた命の恩人を確かめるためにツタを引きちぎって振り向いた。果たしてそこには雪が立っていた。女神というには少々性悪だが、一人でカッコつけて乗り込んでからこうなんのよ。近づくな。火をかける。え？転がってる骨を見ろ。燃やして供養してやんなきゃなんねえだろう。ボールに食われかけた親子を助けたことで俺とユキに課せられた疑惑は晴れた。もともとはユキの軽口が招いた最悪であったし、そして村長だという老人はようやく重い口を開き、あの相馬という男がもたらした恐怖を俺たちに語ったのだ。あの男が越してきたのは3年と少し前のことだった。最初は占い師という触れ込みだったのだが、こんな狭い村でそんな仕事が成り立つとは誰も思っていなかった。だがやがてあの屋敷には連日のように行列ができるようになった。みんな占いマニアにでもなっちゃったの？やつの占いが百発百中だったから。水晶玉も使わないし、相手の生年月日も聞かない。やつはただ紙切れに数字を殴り書きをして、ただそれだけでわしらの明日の運勢を分刻みで当ててみせたのだ。だがやがてある村人が外の町の者にこのことを漏らしたことから、相馬の態度は一変した。彼はその村人を大勢の前であの忌まわしいラグビーボールに食わせてみせたのだ。そして彼は自分のことを他言無用とすると、相変わらずにこやかな態度は崩さぬまま平然と報酬を要求した。報酬って？多分肉か。やつは人間を要求した。人間の体をだ。村人は誰もその生贄たちの消息を話し合いはしなかったのだ。毎夜相馬邸の2階から聞こえてくる悲鳴を聞けば、おのずと明らかなことであったからだ。村人はただ相馬の言うことに従い、恐怖に彩られた生活を続けたのだ。わしらは3年耐えた。奴の目に見せられると逃げることもできず。ところが2ヶ月前、突如引っ越し屋のトラックが来たと思ったら、奴は伊豆国へ去って行ってしまったのだ。その後東京の飯田橋に来たってわけか。つまりじゃあ、あの相馬って何者なの？例えば自分は何を食っていたとかさ。そのことについては結論が出ている。奴は間違いなく伝説にある天人の子孫エイリアンじゃ。ラモー村にはアイヌ伝承の一つとしてその忌まわしいエイリアンの伝説が伝わっていたのだという。その内容をかいつまめば、元禄年間、空から降りてきた容姿は人間と変わらぬ者たちが森に住み着いた。彼らは空気から金銀を生み出すからくりを持ち、それらの財宝をアイヌの食料と交換していたという。空気から金銀を作る。
だがやがてアイヌの村から神隠しに遭う者が相次いで、肉親を探しに森に入ったある若者は、そこで木陰にしゃがみ込んだ天人を見つけ挑学した。天人は、若い娘をむさぼり食っていたのだ。やがて天人の所業は、蝦夷地支配の松前藩の知るところとなり、藩の強者たちが天人の殲滅のため森に向かった。こうして天人は滅ぼされたが、これを予期していた天人は、男女一組を函館から本土に向かわせたという。その目的は、天への帰り道を作ることだというが。今、俺の頭の中で全てが繋がった。江戸に逃れたエイリアンは、そう、よだれ長者へとなりすまし、蝦夷地と同じ恐怖を江戸に振りまいたのだ。太宰のおじいさんは、どこからかよだれ長者が元は蝦夷の出身と見抜き、ここまで訪ねてきたんだろう。そして、相馬はやはり、よだれ長者の子孫なんだ。彼は祖先の足跡を追って、飯田橋の屋敷に至った。とすれば奴がやっていることは一つ。天へ帰る道を作ろうとしているに違いない。なんでそんなに急いで帰るのよ。奴がその天へ帰る道ってのを作ってしまったら全ておしまいだろうが。それにしてもさすが太宰先祖、目の付けどころが違うぜ。じゃあおじいちゃんが探していたもの分かったのね。お前伝説聞いてなかったのか。エイリアンが持っていたっていうからくり。空気から金銀作ったっていう、あんなの信じるの。錬金術か原子転換装置か、そんなことはどうでもいい。それさえ手に入れば。信じないならここでもいろ。ああ信じるわよ。もうテンから来たというエイリアンの子孫、それが相馬であることは分かった。そして飯田橋の地下に残されたよだれ長者の遺産を使って天へ帰る道を作ろうとしていることも。しかしそんなことはどうでもいい。伝説にある空気から金銀を取り出すというからくりが手に入れば、俺はトレジャーハンターなんだ。そう決意して飯田橋の相馬の屋敷に乗り込んだ俺だが、情けねえ、相馬が掘っているはずの地下の出入り口を見つけることさえできないときた。落胆してマンションに帰ってきた俺は、ユキがいつの間にか姿を消していることに気づいた。セットしておいた監視ビデオを再生する。あの野郎、何がおじいさんの持っていた本など知らねえだ。ああやって持ってるじゃねえか。指揮所、あの本には地下への入り口が書いてあったのか。土壇場に来てお宝を独り占めにするつもりだな。ったく、ろくでもねえ女だ。ハンドガン2丁に連射可能のサブマシンが。果たして必要かどうかわからねえが、プラスチック爆弾も持っていくか。粘土みたいな形をしてるが、いざという時には一番頼りになる。密かにつけておいた追跡装置を使って、ユキの移動跡を捉えた俺は、やがて原宿にあるある神社に至った。驚いたことに、その神社から地下へ細いトンネルがうがたれていたのである。おそらく、屋敷の地下で天へ帰る道を作っていたよだれ長者が、もしもの時のために、ここまで脱出口を掘っていたんだろう。ゾウも眠らす睡眠ガスを、恐竜100匹分は優に送り込んだ俺は、マスクをつけてさらに奥へと進んだ。やがて下り坂が終わると、そこには広大な空間が広がっていた。そこには東京全体をくり抜いたかと思える巨大なトンネルがうがたれていたのだ。いかなる工法でも果たし得ないほどの完璧なトンネルである。そしてそれは間違いなく飯田橋まで続いていると見えた。元禄時代、すでに江戸の地下は謎のエイリアンによってこうして支配されていたんだろうか。早足で進んだ俺の前に続いて現れたのは、有楽町線、千代田線、銀座線、三田線、ありとあらゆる都内の地下鉄の車両が、あるいは横倒しで、あるいは二つに折られてそこに転がっていた。最近頻繁に起こる地下鉄のダイヤの乱れは、
こうして地下洞窟に引き込まれた地下鉄車両の存在をカムフラージュするものだったんだろう。車内にはあの獣人たちがルイルイと横たわっていやがる。さすがにこの睡眠ガス、よく効いてくれる。ん？あそこに転がっているのは、間違いなく人骨だ。こいつらに餌を与えるために、何者かが地下鉄を乗客ごと、この地下の魔界に引きずり込んでいたってわけだ。大ちゃん、やっぱり助けに来てくれたのね。てめえ、よくも出し抜いてくれたな。ユキは見たこともない材質で後ろ手に縛られていた。そして彼女が駆け下りてきた崖のように盛り上がった場所にユキのような影が立っていた。相馬だ。今になって気づいたが、地下の洞窟は広すぎ、ここまではガスも届かなかったようだ。相馬はのうのうとした顔で薄笑いを浮かべていた。撃つのは勝手だが、周りを見たまえ、逃げられません。君は一体何者か。ただの宝探し屋さ。ほう、うん、あの老人もそう言った。一体何が望みだ。空気から金銀を作るというからくりだ。なるほど、よかろう。私が天に帰れば無用となるものだ。くれてやる。ここを出てすぐ左の部屋にある。ただし生きて帰れればの話だが。そのつもりさ。崖の向こうから何か出てきたよ。巨大なタコ。もっと気色がある。あの三本の足を見ろ。おじいさんが持っていた触手にそっくりだ。太宰仙蔵はあれに殺されたんだ。何あいつ、まるで自分の足で空間をなぜているみたい。こいつは天に帰る道を作るものよ。だがこの世界には性質が合わず、ここまで成長するのに200年を要したがね。あの手の先、何かが生まれている。空間が変質している。そいつは帰り道製造機と護衛を兼ねた怪物ってわけか。そんなところだ。俺たちはその緑の入り口の奥に無限の広がりを感じ、向こう側から吹きつけてくる異様な風の匂いを嗅いだ。その平面の向こうには別の世界、エイリアンたちが来た世界につながっているのだということはやがて知れた。異次元通路というわけだ。あれがあんたの世界だったら早く帰ってしまってよね。金銀財宝ザクザクマシンで大金持ちになるんだから。そうするつもりだ。だがお前たちの世界はもう一月と持たんぞ。何？この生き物は欠陥を持ったまま成長してしまったのでな。一度開いた通路を閉じることができない。するとやがて俺たちの世界は、この通路から流出する我々の世界に飲み込まれてしまうだろうな。俺の脳裏に慣れ親しんだ街が、星が、太陽が暗黒の世界に塗りつぶされていく光景が浮かんだ。ふざけるな！そんなことさせるか！あれだけ弾をぶち込んでも平然と立っていやがる。だから言ったじゃない。走れ、そこに飛び込め。お前はここから逃げろ。運が良ければ原宿の脱出口までたどり着けるだろう。だって大ちゃんが。俺はまだ獲物をいただいていない。どうして、どうして私にそんなに。大ちゃんにいっぱい悪いことしちゃったのに、助けに来てくれて今もかばってくれる。どうして。これを見な。何この傷、玉の跡。俺の親父とおふくろは9歳の俺の肩に一発撃ち込まれるまで宝の隠し場所は吐かなかった。同じ目に遭った時、2歳のお前にナイフを突きつけられただけで、おじいさんは全財産をヤクザな盗っ人どもに譲り渡したんだ。そればかりか、二度とお前を危険な目に遭わせないために、その日限りトレジャーハンターをやめたんだ。太宰仙蔵の引退がこの世界にどれほどの騒ぎを起こしたか、お前には分かるまい。善人には縁のない暮らしだったろうが、お前はおじいさんが死んだ時涙を流すことができた。俺はカナダでおふくろを埋める時、金目のものは持ってねえか棺桶を開いて点検したよ。
照れ違いだ。理由はそれだけだ。あばよ。ちょっと方向が違う。それじゃさっきのとこに戻っちゃうよ。どうした、忘れ物か、それとも食われに来たか。ああ、大した忘れ物だ。この星、この世界、そこに埋まっている俺がまだ見ていないお宝、そいつを忘れていくところだったぜ。異次元通路を塞ぐつもりか。うるせえ。相馬の体は銃弾に引き裂かれ、バラバラの肉片と化した。だが肉片は互いに増殖し合い、くっつき再び元の姿に戻ろうとしている。奴が再生する前に型をつけたろうじゃねえか。やった、あれだけのプラスチック爆弾を食らって生きている怪物はいねえ。爆弾か。大ちゃん、こっちこっち。バカ、逃げなかったのか。だって黄金ザクザクマシーンは。そんなこと言ってたら岩に潰されちまうぞ。生き残った奴らが追ってくる。その時壁が爆発した。朦朧とした意識の中で俺が見たのは、高校と輝く地下鉄通路、そしてそこに立つ自動小銃を構えた兵士の群れだった。大ちゃん、大ちゃん、よかった、気づいたね。一体どうしたんだ。 A 団地下鉄の測量隊が偶然例の洞窟を見つけたんだって。そこで倒れていた私たちを助けてこの病院に。測量隊？俺は吹き出しそうになるのを必死にこらえた。どこの測量隊が小銃を構えているものか。大方連続地下鉄消失事件にやっと重い腰を上げた自衛隊と内閣調査室の連中だろう。ということは金銀製造機も奴らの手に落ちてしまったってことか。何よ、変な顔して。そのうち怪我が治ったら内閣調査室の機密研究室にでもお邪魔するか。やけにドキッとする笑みが浮かんでいた。それはまさしく太宰先造の孫娘にふさわしい笑みだ。じゃあコンビは延長ね。なんといってもブツを手に入れてないんだから。一言だけ言っておくぞ、俺は怪我人だ。次回はお前にメインで働いてもらうからな。